運命の、銀座の女子会ランチイベントにご出席いただきました。皆さん、この度本当にどうもありがとうございました。半数以上がリピーターで参加していただいた方だったんですけれども、今回は、そのリピーターさんがお友達をご紹介してくださったりとか、それから、ソーシャルメディアで、私の何気ないコメントからご縁をいただいてご参加いただいた方とか、新しいメンバーさんも、増えて、本当に私も楽しみにしている、日本遠征来ると本当にね、このランチ会イベントすごく楽しみにしているんですけども、今回も素敵な出会いがありました。本当にありがとうございました。さて、12月4日の銀座の女子会ランチは、不覚にもですね、ハワイのチェイコイゲットが前日に気を失いまして、救急車で運ばれるという大波乱で始まりまして、私も当日の朝10時にそのことを知りまして、いや本当にどうしようかなと思ったわけなんですが、そんな中でも本当にラッキーだったのは、全然別件でね、10時にお待ち合わせしていた方がいらっしゃって、そのままトルネード式にイベントの方のスタッフに待っていただいて、片瀬さんがね、私に3000枚撮ってくださったりとかしまして、それからランチ会のゲストでお越しいただいた三好さゆさんがね、もう本当に献身的に、足りなかった部分をカバーしていただいたりとか、本当に今回 の, その銀座の女子会ランチはね、みんなに助けられたっていう気がします。私とチェイコゲットさんは基本的にいろんなイベントあるときにすごく打ち合わせシンプルなんですよね。ハワイとオーストラリアにいるということもあるんですけども、メールでちょくちょくやり取りしたりとか、自分がやりたいこととかそういうものを時間になるときに、ね、シェアしたりとか、それからたまたま2人がオンラインになっているときにチャットでね、いろんなことをこうやり取りしたりっていう感じで作っていくので、イベント自体のこうなんていうんでしょうね、企画書というかマニフェストみたいなものとか、そういったものがきちんとしたこう文章の形とかドキュメントであるわけではなくて、もう意見の感覚でポンポンと作っていくところがあるんですけども、今回はお客様リストをはじめとして、彼女がやろうとしていた内容ですね、サクッとチャットとかメールでは聞いてたんですけども、これは次回からはね、きちんと形に少し残してお互いに共有しておいた方がいいなというふうに思いましたけれども、そんな困難もありましたけれども、当日は千恵子さんのいなかった分を、普段私がね、自分のセミナーとかワークで、開催して、非常に皆さんに効果のある部分のセッションなんかもさせていただくことができました。今回の、女子会ランチの方では、前回よりも皆さんに参加していただいて、特に交流をするというところにフォーカスしてやってみたんですけども、皆さんいかがでしょうか。運命の方に出会いましたでしょうか。出会いの種っていうのをまくのはきっと皆さん積極的にやればできると思うんですけども、実はそのご縁の種を大切に、芽吹かせて育てていくっていうのは、やっぱりこれからの皆さんの、思いが大切だっていうふうに私も思っています。私も毎回日本に来ると本当に運命的な出会いをする方が多くて、プライベートでも仕事でもすごく付き合いが長くなるんですよね。ですので、これを機会にね、今回初めて出会った方、そして今回もリピートしてくださった方、何回ももう何年にもわたってお会いしている方もたくさんいらっしゃるんですけども、ぜひこれからもご縁を大切に大きく育てていきたいと思います。でみんなで一緒にね、飛び上がると意外とね、羽に背中に羽が生えたみたいに、ふわーっとみんなが一斉に上昇できるっていうことが多いんです。ですので、今回特にお仕事されてる女性が多かったですけども、お互いにコラボしたり、相乗効果をね、化学反応を起こすような、そんな出会いにね、育てていきたいなというふうに思っています。私も今日飛行機に乗ってオーストラリアに戻りますけども、明日早朝にオーストラリアに着きまして、日本で見たことや聞いたこと、それからご紹介したいこと、素敵な出来事などたくさん発信していきますし、それから距離を超えてね、皆さんが参加いただけるオンラインでのさまざまな手品をお見せしながら、皆さんにどんどんご縁を世界中に広げていっていただけるようなお手伝いができればいいなというふうに思っています。今回の銀座では、千恵子さんにお会いになるのを楽しみにしてご出席していただいた方も多かったと思うんですけども、彼女はね、デリケートですし、ちょっと体も弱いところもありましたので、お会いできなかった方、本当に残念ですけども、また次回暖かくなる頃に
3月ぐらいにまたオーストラリアと日本、オーストラリアとハワイからね、日本に飛んできますので、ぜひその時を楽しみにしていてください。それまでの間はしばらくはオンラインで、続きは Facebook で皆様の近況などをぜひ聞かせてください。それではこれから飛行機に乗ってオーストラリアに戻ります。ありがとうございました。